皆さん、TBS アナウンサーの江戸愛です。私たちが連日挑戦していた10秒間パンチチャレンジが無事に終了いたしました。見事1位に輝いたのは山形純奈アナウンサーです。おめでとうございます。すごいんです、80回超えでした。素晴らしい。挑戦したアナウンサーの皆さんもお疲れ様でした。世紀の大晦日決戦はいよいよ今夜6時です。エクストララウンドは披露日担当の私、江藤愛がお伝えします。エクストラのエトセトラは TBS のボクシングです。昭和平成とたくさんのボクシングを放送してきた TBS ですが、大晦日のボクシング中継というのは今年なんと10年連続の節目となりました。いつもご覧いただきありがとうございます。ぜひ2020年の大晦日はボクシング、そしてその後のカウントダウン TV ライブライブでお楽しみください。今年も1年本当にありがとうございました。大晦日は世紀の一戦にぜひ注目してください。史上最高の日本人対決、4階級王者井岡一人と3階級王者田中康生が激突。大晦日夜6時。